運のみ雪氏、運の雪氏は、鎌倉時代初期のご家人で、品濃国の名族茂野氏の着流とされる運野氏の当主。方言物語や平家物語などに登場する運野み雪親の三男で、鎌倉時代初期を代表する弓の名手として知られる。茂野経図では、運野雪きの子とされる。自称四年。 1180年、信濃国作軍与田城で挙兵した木曽義仲に、父や兄らと共に参陣。樹影二年、1183年、義仲が、源頼朝との和睦の印として、着難の清水艦者義高を鎌倉に送った時に、同族の持月茂宝と共に随行した。元略元年、1184年、木曽義仲が滅亡。その過程で、 吉中に従っていた父と兄、幸宏も戦死を遂げる。そして、吉高が死罪が免れないと察して、鎌倉を脱出する際、同年であり、終始側近として仕えていた幸石は、吉高の寝床に入って、身代わりとなって、吉高を逃がす。結局、吉高は売ってに捕らえられて殺されてしまったが、幸石の中勤ぶりを、源頼朝が認めて、御家人に加えられた。 ご家人となった幸い子は、弓の名手として、あずま鏡に何度も登場する。早くも、文治六年、1190年には、頼朝の居手として、鶴岡八幡宮の弓はじめに、金沙森住らと共に参加しており、研究二年、1191年、頼朝が大旦那となって再建された、善光寺の落景二具節、研究四年、1193年5月の、 よりともによる富士の巻狩りでは、藤沢次郎、も月三郎、重高、根津次郎らと共に、弓の名手と記述される。研究六年三月1195年のよりとも上落の際は、住吉大社でのやぶさめで東国の代表者として、重高と共に参加した。県人元年1201年、源頼家の御前でのまとしぎの伊手に、 中野義成らと共に選ばれた。そして、当時の天下八名手の一に数えられ、武田信光、小笠原町、清志、餅月重隆と並んで、九馬四天皇と称され、家庭三年、1237年7月にも、執権、北条康時の孫時よりにやぶさめを指南、さらに、鶴岡八幡宮で、記者の技を披露し、周囲の者たちから、 キューバの宗家と称えたと伝わっている。また、武将としても活躍。研究四年、1193年の蘇我兄弟の、あだ内ちの際には、頼朝の護英役を務め負傷したことが、あずま鏡に記述されており、兼任元年、1201年の兼任の乱、兼略三年、1213年の和田合戦や、上級三年、 1221年の上級の乱にも出陣している。任治2年、1241年3月の、東鏡によると、海の国守護の武田信光と、上野国三原僧、現在の群馬県東郡妻越村三原と、信濃国長倉保つ、現在の軽井沢町付近の境界についての争いがあり、幸石が勝訴している。この記述から、幸石の第二、 雲の氏の勢力が、死なのから、上州西部へと拡大していたことがわかる。幸い氏の死期については、確かな記録はない。県庁2年、1250年3月の、あずま鏡に、幸い氏と思われる、雲の左右門の入道の名が登場するのが、記録の最後となった。頼朝や北条家に高く評価された幸い氏以後、雲の氏は御家人の中では優遇されたと伝えられるが、 同時に、以後の諸警府や資料に移動が見られるようになる。これは、常実の武田氏との領土争いに見られるように、運の氏の勢力は、幸い氏の第に級拡大し、運の一族が各地に散っていったことによる副産物との見方がされている。実際、南北朝から戦国時代にかけての動乱期には、運の支流をはじめとする重の支流を名乗る氏族が、品の全域から、 上の西部にわたって広く存在していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。